動機を阻止するため行動を開始したケンシロウたち。だがしかし、剣王の恐怖による支配はすでに各地に広がりつつあった。ケンシロウは再びこの世界に光をよみがえらせる救世主となり得るのだろうか。ケンとレイは食料を探しに行ったわ。大丈夫ですか？大丈夫だ。ありがとう。それにしても。え？私とそんなに似ているというユリアさん。どんな人？ユリアさんって人は。そしてあのラオウも、ユリアは私たちの青春だった。そしてあの時からケンシロウとラオウは戦う運命にあったのかもしれんな。北斗七星の横に寄り添うように光る星、その名を四長星。あの星が見える者にはその年のうちに死が訪れるというが、こうしてそれを見つめる時が来ようとは。叶わないな。ユリアさんを知る男性は全てユリアさんに。でもいいんだ。私はあの星で、あの北斗七星の横でひっそりと光っているあの小さな星で。マミヤさん、あなたにはあの星が見えるのか？ええ、はっきりと。ちょっと歩いてきます。ケンたちが帰ってきてるかもしれないから。なんということだ。誰そこにいるのは？見つけたぞ。お前はケンシロウ一味のマミヤだな。俺は剣王偵察隊のシーカー。お前たちの首を持って帰れば剣王様もさぞやお喜びになるだろう。そうはいかないわ。すぐ殺してしまうにはもったいないの。俺は剣。この女をいたぶるのはお前を殺してからにしよう。大胸筋という飛行をついた。おとなしく地獄に落ちろ。じゃあ俺は死んで？死んでいる。死にたくねえよ。死に大変だ。悪党には墓標はいらん。ケン、レイは？レイはアイリと子供たちのいる村へ。剣王信仰隊が村へ向かっているかもしれんのだ。今日は北斗七星がよく見える。その脇で輝く小さな星までも。ひょう！ケン、トキさんが。大丈夫だ。少し疲れただけ。ケン、あそこに家があるわ。少し休ませてもらいましょう。そうだな。すいません、どなたがいませんか？誰もいないのかしら。
はーい、どうなったかな。どうなされた、旅のお方。あの、水を一杯いただけたらと。ああ、いいですとも、そこで休んでいなされ。ありがとう、おばあちゃん。いいんですよ。さあ、お疲れになったじゃろ。さあ、お上がんなされ。ばあさん、その水飲んでみろ。私はさっき飲んだばかりで。いいから飲んでみろ。ちょっとケン、そんな。エコ。どうした、なぜ飲めん。ケン、お前のようなババアがいるか、じいさん。そうだろうよ。その首、剣王様に差し出してやるわ。化けるなら、牛にでも化けるんだったな。大丈夫ですか。ケン、先に行って。レイにはアイリさんという弱点が。わかった。ケンに会うまでは。バット、どうした、何があった。レイ、村が剣王振興隊という連中に。何、早くリンやアイリさんが。もう一匹残ってましたぜ。ガキか。子供といえど、剣王様に忠誠を誓ってもらおう。剣王様の紋章を自らその体に焼き付けるのだ。もし嫌だと言うなら、あの鉄板の上で黒焦げになるまで踊ってもらうことになるが。ひどい、なんてひどいことを。さあ、どうする。誓いません。あなたたちのような悪魔には絶対従いません。何、自分から。面白いガキだぜ。お嬢さん、手を貸してあげようか。おい。なんだ。人の皮をかぶった悪魔め。なんだとこの野郎。一瞬。バカ。ん？あれはなんと水長剣。レイ、しっかりしろ。レイ、アイリさんは無事よ。心配しないで。あれ、どうしたんだろう。安心したら涙が。自分よりもアイリのことを心配すると。異常なようでもまだ子供、それをこんな目に許さねえ。
てめえらの血は何色だ。こっち。次はてめえの番だ。貴様がなんと水長剣を使うという例だな。貴様の弱点は分かっている。何？この村にアイリという女がいるはずだ。貴様は妹の命を懸けられると何もできん、ただのデクの棒だ。私ならここにいるわ。私は戦う、もう逃げたりしない。アイリ、この名は私は昨日までのアイリじゃない。戦うことをリンちゃんに教えてもらったの。兄さん、思う存分戦って。そっか、もう俺に弱点はない。アイリは俺から離れた。自分の意志で生き、自分の意志で死んでいくだろう。剣王様に逆らう愚か者どもめ、わしが皆殺しにしてくれるわ。てめえらの血は何色だ。腹が腹の中のガソリンが引火したら吹っ飛んじまう。大変だ。いやー